1990年代だと思うんですが、あの非常にですね、海の状態が変わってしまって、北海道では養殖しているホタテが大量に死ぬというようなそういった被害が、出ました。その時思ったのが、今後水産業を継続的に、持続的にやっていくためには、やはりこう漁業者が海の状態っていうものをきちんと把握をして、海の状態に合わせた漁業に変えていく必要があるんじゃないかなというふうに強く感じまして、で一番重要であろう水温の状態を測ってですね、それを ICT を使って漁業者にリアルタイムで提供すると、そんなことができればなというところから取り組みが始まっています。やはり我々だけがものを作っても、あの実際に現場で使ってもらえることには役に立つ道具にはならないので、非常に大切にしているということは、とにかく彼らのところには足を運んで話をするということをですね、現場に足を運んで、場合によってはですね、一緒にこう船に乗せてもらって、操業を観察させてもらいながら、じゃあどこに ICT って入っていく余地があるのかな、どういうタイミングで彼らは ICT に触れることができるのかなって、そんなことを観察させてもらって、漁業そのものをですね、デザインしていくといったような取り組みをしてきています。またそういったタイミングでも必ずですね、一方的にこちらでものの仕様を作って出来上がったものを届けるということはなくて、完成のイメージ図を共有して、お互いにこれで合ってますか、いやそうじゃなくてここの場面じゃなくてこっちで使いたいんだよとか、そういった業者の声を汲み取ってお互いが共有して、そこでこうものを作り始めていく。でそれによって出来上がったものがすんなりと彼らの仕事の中に溶け込んでいくといったようなことができるかなと思っています。我々は今取り組んでいる海洋観測の部位の例えばデータフォーマットだとか仕様ですね、そういったものを今全てこうオープンにし始めています。例えば今非常に需要が多いのはプランクトンを測りたいセンサーとか塩分を測りたいセンサー、そういったものを作るのが得意な企業さんがいればですね、そういったものを作っていただいて我々の部位と組み合わせてそれを販売していくということもできるかと思います。上がってきたデータに対して今度はですね、あの十数年やってきてますので、データの蓄積が増えてきています。今度これをですね、ビッグデータとして活用していくと、で将来的には AI まで取り込んでいったような漁業に発展させていきたいというふうに思っていますので、そういった新しい部分で AI を取り込んでいるベンチャーさんが仮に入っていくとかですね、そんな形でいろんなこの ICT 漁業の参画の仕方に対して入り口を作ろうと思っています。でいろんな中小企業さんであっても、その地方地方のですね、漁業をやっている場所の IT ベンダーさんがこの ICT の漁業を活用してもらって、地元に還元してもらうというような形で、その形がですね、僕らにしてみると、一つの地方創生の形にもなるのかなというふうには思っています。技術者であったり研究者である我々はですね、我々こそやはりこう技術なり情報をオープンにして共有して、この分野をより発展させていこうといった気持ちが大切かなと思っています。